元織宣長の隠された霊界の研究、国学者として知られる元織宣長は、実は生涯を通じて霊界との交信を行っていた。彼の多くの著作は霊界からのメッセージを元にしており、日本の神道に新たな次元をもたらした。宣長の秘密の霊界研究は日本の宗教観と哲学に深い影響を与え、彼を神秘主義の開祖として位置づけた。